地元地区の北日本勢がまず動くようです。ライン3車短期最高峰が7番の増木匠、ただ8番松井光雄が3番の新山恭平をかなり警戒しまして、先に前に踏んでいくのか。残りはあと2周、2番の古性優作がいますが、前に変わっていったのは8番の松井光雄、1番の郡司康平、さらにそこをかわしていった北日本勢です。2番の古性も前へ前へ踏んでいきますが、今打賞初日の S 級特選は北日本勢が前にいるんですが、2番古性が食い込んできた3番手、内側8番の松井、ちょっと3番手がもつれてきました。先行は3番新山恭平で、あと1周最終周回です。番手は9番佐藤慎太郎もありますが、その後が並走になっている。8番の松井、2番の古性、あとは短期で7番の増木匠がまくってくる。最終枠増木のまくり、逃げる3番新山恭平を7番増木匠が捉えていくか、9番佐藤慎太郎、あとは切り替えてくるか、2番の古性優作捉え切った。先頭は7番の増木匠、増木先頭でまくりを決めて1着でゴール。あとは9番佐藤慎太郎、2番の古性優作。ただ岐阜勢は並んできていて、3番山口健也、前々で勝負をしようという感じで、今残り2周を切ります。3番山口健也も抵抗しますが、7番新山恭平突っ張って、1番の森沢太志、山口健也どうしますか。今並走をこらえますけれども、今脱勝となります。残り1周半、 S 級の準決勝、岐阜勢は今 2,3 番手並走になっています。3番の山口健也は番手粘っていまして、1番森沢太志の勝負、そして来ました2番の三谷隆起、一気に来ましたが、7番の新山恭平の逃げを並んでくる2番の三谷隆起、三谷が迫ってきますが、9番の岩津が切り替えて今行為を回っている。1番の森沢遅れました。最終バックを通過、もがき合っている7番の新山恭平、捉えていった2番を三谷隆起、三谷先頭に変わった。9番は岩津雄介、6番の棚橋努、直線コース、9番の岩手雄介追い込んで3連勝、合輪。さあ、ライン3人の北日本勢、まず動きました。3番高橋真也です。残りはあと2周、一旦引いた4番の菊池武人、そして7番の古性優作は4番手からさらに前に踏んできました。後ろからは2番の郡司康平も狙っていますが、さあ今7番の古性は番手に来ました。8番の渡辺和成をさばこうという競争で、中段から4番の菊池も発進、菊池武人が来ていますが、先行3番高橋真也、そして最終ホーム関東勢も来ている。4番の菊池、9番小林大成、ただ7番の古性が番手をさばいていまして、逃げる3番高橋真也の後ろ、7番の古性優作、1番東口のマーク、後ろからは9番小林大成に2番の郡司康平持ってきていますが、先頭変わった近畿勢、7番の古性優作と1番の東口吉友、再び混戦模様。近畿勢は7番の古性優作先頭で1着で合輪、あとは1番の東口吉友。まず3番松井は2番の町田を抑えてきました。町田大河を抑えて前に行くか、3番松井光雄、残りはあと2周、前から1番の増木もその別線を警戒していますが、増木匠、さあ突っ張り気味に踏んでいきますが、一旦出たのは3番松井光雄、そして2番の町田大河、町田が一気に来て今脱勝です。町田の先行となるようです。そして9番は小倉隆二、6番の木村隆弘、続いて主導権は中四国3社、3番の松井光雄が4番手から、そして後方になった、かなり前とは差が開きましたが、一応増木匠は7番手からまくりが打てるかどうか、先に行くのは
逃げる2番の町田大河最終バック通過、一気に1番の松木まくってくる、合わせまして3番の松井光雄もスパート、松井光雄と松木匠ですが、松木はちょっと厳しいか、7番の佐藤慎太郎切り替えて直線コース、最後は先頭バント9番の小倉隆二、小倉追い込んで5輪、そして3番の松井光雄。9番古性優作が前からどう行くのか、そして中段で少し車間を空けて8番の岩津、残り2周2番の松井光雄が上がってきました。これを見て前からは9番の古性優作ですけれども、出ていきました神奈川勢、2番の松井と5番の郡司ですけれども、今打掌を9番の古性が粘りました。飛びついた古性優作落車だった、3番車小倉隆二落車です。レースもつれまして記念競輪の五稜郭杯、残りはあと1周です。番手勝負になりました。9番の古性優作と5番の郡司航平もつれて、先行は2番の松井光雄です。さあ番手をさばいたのは9番の古性優作です。その後は4番の三谷、あとは5番の郡司もこらえている、8番岩津もまくってきていますが、2番手では9番の古性が回って、先頭は2番松井光雄、直線勝負、その松井をかわしていくか、9番の古性優作、古性先頭に変わってゴール、大阪の古性優作先頭でゴール。Thank you.